はい。どうも、エブリン大好き皆様。おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。この動画はですね、タイトルの通りですね、エブリンとキスする方法を私がお教えしたいと思います。はい。でですね、この動画はですね、私がマッドハウス実況をやっていた時にもお話ししましたのですが、今回ね、この単体の、ちょっとね、詳しい動画を上げたいなと思いましたので、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、あそこに、エブリンちゃんがいますね。打ってもね、ダメージ判定はないと。で、ここは普通に、なんだよ、こう最後のとこですね、というか、もうほんと最後の最後でエブリンを倒すところですね。で、普通に進んでいきます。全部お前のせいなんだ。で、ここですこれは輪ね。郭か。はい。ここまで来たら、もうあとはキスするだけです、皆様。ですね、VR で限定ですね、これもう。とりあえず進んでいって、極限まで近づくのかな？ 早い話が、もうただ単にエブリンに近づけばいいだけです。私、なんか自分自身がというか顔でみたいな。行けばいいだけです。ではね、ここまで行っ大て、丈夫、安心して。はい、こ大の丈ムー夫、ビーを大見丈ま夫。す。さあ、時は一何瞬もで過ぎ言まわなす。かったんです。そいつを殺してママ。この幸せを噛み締めましょう。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。さあ、来るおぞ。前も来た。味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。好きだ。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。はい、というだけの動画ですね。人によってはね、超くだらないクソ動画だと思いますが、これ私やってて気づいたんですね。これほんと、このバイオセブンの中で一番エブリンに近づけるシーンなのではないかと。てか自分から近づいてきてますからね、彼女。ですので、もうこれはもうキスしてくれと言わんばかりに近づいてくるので、キスしてやりましたよ。はい、それではですね、ロリコン童貞をね、こじらせるとこんな風になってしまうんですね。もうわけのわからんことを思いつきますので、いかんですな。それじゃあ、もう終わりましょう。それじゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。もうこんだけの動画です。もしね、ここまで来た方ね、VR をお持ちの方ですね、ぜひ、エブリンちゃん大好きな方ね、キスしましょう。そんじゃ、また、別の動画でお会いしましょう。またね、ありがとうございます。